調理された赤肉 65g。栄養学や疫学において赤肉。赤新肉は、哺乳動物の肉で、牛豚羊うまやぎの肉である。単に肉のことである。花菌や魚は含まない。さらにハム、ベーコン、ソーセージといった加工肉を分類し、こうした分類から、食生活指針の推奨が構成される。世界保健機関、国際眼研究機関は、 主に結腸直腸癌のリスクから赤肉をおそらく発がん性がある 2A に分類している。加工肉は塩、塩漬け、発酵、燻製などの加工によって処理された肉であり、グループ1に分類される。2007年には世界癌研究基金が週に赤肉 500g 以下を個人の目標として、また公衆衛生上の目標を週に 300g 以下とし、 加工肉についてはできるだけ食べないよう推奨している。二千十六年の文献レビューでは、一日百グラム以上の肉が消費された時のリスク増加は、脳卒中と乳癌で十一パーセント、心血管疾患死亡率は十五パーセント、血腸直腸癌ント、前立腺癌ントであった。また、別の研究は八十二グラムあたりのリスク増加を見出しており、 1>, 1日 42g 以下とした場合、死亡リスクは7.6から9.3%低下する。肉に含まれるヘム鉄は、発がん性物質の N にトロソ化合物の生成を促進したり、脂質化酸化性生物の形成を触媒したりする可能性がある。また、特に火の上での高温調理は、複素間式方向属アミンのような、発がん性物質を生成する。メディア、 特に畜産産業は健康的な食事の一環として肉の消費を奨励しているがハーバード公衆衛生大学院によれば肉の摂取量が多い場合血腸直腸癌、心臓疾患、糖尿病のリスクが高まることがこれまでの研究で示されているため課金、魚、豆など他のタンパク質源に比べると健康を保つために最適な食事ではない。ミオグロビンの量が 肉の色を決めており、豚では鳥や魚より多いことから赤肉に分類される。地中海食では特別な日にだけ肉を食べており、こうした食習慣は理想的である。2015年のアメリカの食生活指針では持続可能性の概念が導入され、人間の健康と天然資源を維持するために赤肉と乳製品の消費を抑えることに言及している。 がん研究機関のキャンサーリサーチ有形支援のもとで、オックスフォード大学が実施した2019年の分析では、赤肉や加工肉を週に4回以上摂取している場合には、2回未満の人々より、結腸癌のリスクが20%高いことが判明した。2019年の43研究からのメタアナリシスでは、赤肉を毎日 100g ごとに、 胃がんの相対危険度が1.26倍であった。2002年の世界保健機関の報告書では、動物性タンパク質の摂取量が 60g から 20g に減少すると、カルシウム必要量が 240mg 減少するという推定がある。アショウ酸ナトリウムやショウ酸ナトリウムといった食品添加物や燻製処理は N にトロソ化合物や、 他観光航続炭化水素のような発岩性物質を生成する。これらを使わない加工肉は無塩石と呼ばれ、中小企業の商品に多い。ハーバード公衆衛生大学院の解説では、硝酸塩が使われていないという加工肉は、しばしば天然の硝酸塩が豊富なセロリジュースで保存されており、安全性を判断するには、データは不十分で、肉自体に 他の発言性物質の形成を促進する物質があるため、硝酸塩が使われていないとする加工肉でも特別に扱わないということが最善であるとした。塩分や脂肪分も多い傾向にある。この分類は肉の加工肉となっているが、ここに含まれない鶏肉ントリのホットドッグやベーコンよりはそうでない未加工の系肉やントリを食べた方が良い。 2015年の EARC ーーの発がん性物質の指定に続く国立がん研究センターによる発表では日本人の平均的な摂取量毎日赤肉 50g と加工肉 13g であれば赤肉や加工肉による大腸癌のリスク増加はないかあっても小さいとした EARC ーーの発がん性物質の指定はリスクの大きさを考慮しておらず ハーバード公衆衛生大学院の推定では、癌のみに限ると世界で喫煙による年間死亡者数は100万人である一方、加工肉1日 50g の消費増加では3.4万人の死亡増加と少ないことが示されるが、これをさらに心血管疾患、糖尿病、血腸直腸癌とすると2013年のデータがあり、加工肉の摂取量が多いことに禁する。 年間死亡者は64.4万人である。2016年にアメリカがん研究協会と世界がん研究基金は加工肉の消費による胃がんリスクの増加を報告した。2019年の43研究からのメタアナリシスでは胃がんの相対危険度は加工肉を毎日5 0ムごとに1.72倍であった。二千七年には世界ガ研究基金が 加工肉についてはできるだけ食べないよう推奨している。イギリスの保健省は、加工肉の摂取量を1日あたり 70g にまで減らすべきだと勧告している。2002年の世界保健機関の報告書では、動物性タンパク質の摂取量が 60g から 20g に減少すると、カルシウム必要量が 240mg 減少し、 同様にナトリウムが2 3ミリグラム減少すると、カルシウム必要量も同じだけ減少するという推定がある。ありがとうございます。